木広は、江戸時代中期の大名、信濃松予藩の第六代藩主、第五代藩主、真田信康の長男、増樹三味。法暦2年6月10日、父、信康の死去により、家督を相続して、藩主となる。法暦5年10月1日、将軍、徳川家重に、おまみする。同年12月18日、十五位した、伊豆守に助任する。 あとに十四人下へ昇進する。信康の代に起こった田村騒動の余波もあり、藩主になった頃、藩財政は藩主の生活費もことかき、発端寸前であった。雪弘は、藩財政再建のために、女見親を登用した。木工は、改革担当者として、生命をかけて成就させたい。ただし、私の政策に、藩の家臣一同の信任を条件とする。 意義を唱えない条件として聖書を出してほしいという条件を提示した。重臣たちは大反対したが、木工を信頼していた雪広はこれを了とした。木工はまず倹約令を出したが、周囲から不満が出ない言動に留めた。また、木工の改革は庶民や身分の低いものと直結していた点が特筆される。普通、藩主に次ぐ実力者となれば、 下の身分の者から話を聞くことはほとんどないが、木工は藩の重心や合唱とはもちろんのこと、百姓とも対話をして不平不満を聞く一方、改革に失敗すれば私は切腹である。皆も協力してほしいと百姓の理解を求めた。この頃、松代藩では大藩の不正が相次ぎ、藩は民心を失い年貢の未納者もいた。そこで木工は、 気業の未納の年貢分は免責する。今後は間違いなく納めてほしいと頼み込んだ。彼の誠実で謙虚な態度により、領民は素直に年貢を納めるようになったという。また、百姓の訴えを聞き入れて、不正を行っている大官らを処罰し、領民への労役を軽減した。木工の改革は、他班のような商業的な改革ではなく、 領民の人心を得ることで解決する改革であった。これは財政改革に当たらないとする見解もあるが、松代藩は木工の政策により財政を多少持ち直し、また当時の封建社会において百姓領民から直接話を聞くという率直な態度をとった木工の改革は後世からは高く評価されている。 法歴12年に木工が46歳で病死すると、幸広自身が反省を主導した。幸広は、藩校、文学館を創設して、教育の普及を図り、文化政策を奨励した。さらに自らも優れた教養人であり、多くの俳句に関する著作を残している。幸広は五男六女を設けたが、自身が結核であったことで、結核金が、 幼少の子供たちに移り、女子二人を除いて大半は結核を発症して死んでいる。そのために男子の実施がなく、完成10年8月21日に家督を養子しの幸い線に譲って隠居し、文化12年に76歳で死去した。ありがとうございます。